ばんは。母の移動が見てありがとう。ありがとうございます。遊びに来てありがとうございます。何それ、リンゴジュース？そう、けんび茶ですね。ちゅんちゅんさん、めっちゃ可愛い、ありがとうございます。なんかさ、めっちゃ今日腕痛いんだよね。腕の筋疲労がすごい。なんでだろう。なんか今日右腕めちゃくちゃ酷使するようなことしてないんだけどさ、めっちゃ筋肉痛みたいになってる。不思議なもんだ。夜にカフェインゼロはグッドやね。でも最近なんかカフェイン取っても夜全然寝れますね。今日私の誕生日、あ、おめでとう。誕生日おめでとう。いいですね、お誕生日。こんばんは。重いもの持ったとか持ってないと思うんだけど、不思議だよね。めちゃくちゃ痛いんだけどめちゃくちゃ腕痛いんだけど。みんなにさんの腕見せてあげる。ただ筋肉のない腕を見せてあげるね。この筋肉のなさ。イエーイ。やちさん、くまちゃん、ありがとうございます。こんばんは。そうだ、ちょっと携帯の充電ないんだった。充電ささなきゃ、途中で切れちゃう。そい。握力はないですよ。よく話すけども、二の腕マジ筋肉ゼロ、筋肉ゼロでお送りしております。すごくない？力こぶの血の字もないんですけど力こぶの血の字もないんですけどね。こんばんは。茨城の時のダンスを見て腕の使い方うまいなって思った。さあ何のダンスだったんでしょうか。星になっててわからないこんばんは。重いもの持てなそう。私マジで持てない。本当に物持つ力ゼロですね。なんか床にある重いものを持つのは全身で持てるからそう、全身で持てるからいいんですけど、その腰より上の高さにあるものをさらにこうやって持ち上げるのは、こうやって持ち上げるのはできないんですよ私。そう、腕の力で持たなきゃいけない高さにあるものはマジで激軽のものしか持てん。ジタバタ、ジタバタって星になっちゃうんだ。嬉しい、ジタバタね。なんか腕の使い方がなんかこういう動きが多いからさ、なんか嬉しい、そんな風に思ってもらえて。ジタバタマジ全然踊れなくて、ずっと超練習した。めっちゃミスターに聞いてた。私ミスターのポジションだったんですよ。ミスターのポジションだったからめっちゃミスターに聞きに行って、え、ここどうやってやってんのつってずっと聞いてた。そう、普通の生活ができるか心配になる。まああの不便ではあるよね、やっぱ物持てない。何、こう高くは持ち上げられないから。でも普通になんか荷物を持つのは得意、全身で持ってるからね。腕だけじゃないから。
衣装はねみゆちゃんでした。私前生写真撮った時はミスターの衣装だったんですけど、そう茨城の本番はみゆちゃんでした。そうカバンを持つ時肘を曲げて内側にかけますか。あ、そうそうそう、こうやってやってさ、ここにかけるからさ、ここいつも内出血してる。重いもの持ったりするといつもさ腕内出血してんだけど重い荷物腕にかけて歩くから。そう、こんばんは、こんばんは。ミスターの衣装誰が着てたんだろうね、わかんないや。その時の映像を見ないとわかんないわこんばんは。眉毛の雰囲気変えた？どうですか変わりました。今日左右対称にあんまちゃんとやってないや。どうせ前髪で隠れるしと思って適当に眉毛描いてあるわ。左右対称じゃないんですけど前髪で隠れるとき眉毛いつも適当だから。チュンさん、なんだっけ、ペンギンアイスくん、ありがとうございます。こんばんは。薄い前髪の方がさ似合うと思うんですよね。どう思います？前髪薄い方が似合う説ある。おでこ広く見えるね。あ、戻ってきちゃった。んー、おかえり前髪。こんばんは。よいしょ。髪の毛切りたいな。なんかさ切ったら後悔するかなと思って踏み出せてないけど、ずっとさ内心思ってることがあってさ、姫カットにしたいなって思ったんだよね後悔しそうだなって思って踏み切ってないんだけど、そうこんぐらいバツってこの辺で切りたいんだよね。野菜の顔に合わないかな。痩せたらにしようかな。いつ痩せるんですかね。私はずっと言ってるよね痩せたらイメチェンしたいんだよね。姫カットしてみたい。どうなんでしょうか。いや本当はウルフカットがしたいんですけど、ウルフカットはなんか飽きた時のあの飽きた時のあのリカバリーがむずそうなんで、とりま姫カットだったら前髪だけだか、前髪っていうかさ、この横毛だけだか、ここ、このこの束だけだからさ、どうにかなるかなと思って。やりてえ似合うのかな、どうなんですかね。何人か姫カットを誤解してる方がいるかもしれないので、ちょっと検索してみてください。しけんさんかわいい、ありがとうございます。ウルフカット今流行ってますね。
姫ガッター事務所的に許される、え、どうなんですかねでなんかこういう顔にしちゃいけないって言われないから大丈夫なんじゃない、今だって結構いろんな色にしたりさしてる人がいるからさ、カットぐらいさどうにもなるんじゃない知らんけど、いやなんかさ、そう TWICE のモモさんが前ね黒髪で姫カットしてたのよ、それがマジで美しすぎて、そうめちゃくちゃね憧れた、憧れてる、長らく半年ぐらいずっと憧れてる、こんばんは、やりたいけどな、後悔もしそうだからね慎重に考えてるよ最近。しけんさんこんばんは、こんばんは、韓流アイドルさ全然知らなかったんだけど、アイズワンが発足してからアイズワンすごい好きでずっと見てて、それでなんかちょこちょこ他の人も見てる感じそう、まあでもダメだったらこの辺こうやってすいて、あのここのこの辺の髪の毛になじませればいいんで、ワンチャンありですよね、そうそうそう、ここだけだから切るの、髪の毛このぐらいの束だけだからさ、切るとしたら両方このぐらいの束だけだから、そう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 、この辺だけだからどうにでもなるとは思うんですけど、でもなんかポニーテールとかした時に多分すごい変になると思うそうだからメイクさんに一回相談しようかな、姫カットにしたら髪のアレンジ量減りますって聞いてみよう、今度お会いする機会があったらどう思いますって、いろんな人の意見を聞いてみようと、どうやったらその肌綺麗の、私その肌綺麗じゃないですよ、そんなないですよ、まあでも姫カットでポニーテールしているももさん可愛かったんでワンチャンありですけどね、こんばんは、こんばんは、チキンさんこんばんは、なんかイメチェンしたいよね、そろそろ、そろそろ飽きてきたよね、でもさ髪は伸ばしたいわけでもなんか変、なんかちょっとイメチェンしたい、でも髪染めるのは嫌だからなんかしようとしてるね、うん、なんかね、なんかイメチェン軽くしたいよね、なんか今日めっちゃ視聴数多い気がする、イエーイ、やったー、どうしよっかな、なんかエクステは頭洗いにくくなるらしくて、ちょっとやめとこうかなって思ってる
実用性やっぱ重視しちゃうよね私。あとなんか高いよねエクステってお値段がね。ね、管理大変そう。ほんとまあ、ちょっともうちょっと調べてみよう。サリンエクステつけたら毛量がすごいことになる。確かに私エクステつけたらもう爆発やん頭。でも絶対ダメだわ、絶対にダメだわエクステとか絶対にダメだよ。そんな絶対爆発する。いいコメントです、気づきのコメントをありがとう。マジでそれだわ、毛量爆発女になっちゃうから絶対ダメだわそうでした、私髪の量が多いんでした、覚え出したわ。天才のコメントでしたね。ちょっとそれをそのイメチェンをモチベにダイエット頑張ろう。あのね、神奈川まで2週間切ったんで、また茨城の前みたいにちょっと頑張っちゃおっかなっていう。タンパク質とって、野菜いっぱい食べる生活ちょっと直前頑張ろうかなって思ってるね。ちょっとそのゆめちゃんモチベに、神奈川までとりあえずこの髪で行こうと思ってんで。そう、でも最近ねめちゃくちゃお腹の筋肉ついたんですよ。茨城で多分ダンスナンバーやったからだと思うんですけど、茨城でダンスナンバーを毎日毎日踊ってたらちょっとお腹がね引き締まったんですよすごくない？いや運動って大事だなって思いました。横浜にできたロープウェイね、なんか私何で見たんだ、何かで見た後にエリちゃんが乗っててマジで羨ましい。シャンですよね。そう、カムバです。私のカムバにしてはあれですけどね、期間めちゃくちゃ短いですけどね一日のために、一日のカムバのために。筋肉超つきにくいタイプです。筋肉つきやすかったらこんな細っこい筋肉のないタルダルの腕してないよもっと筋肉欲しいよ。やばくない？なんかさ、あの腕さ全部を通してさ、この関節のさ骨の部分以外のさ細さ一緒じゃね、この辺とこの辺。やばくない？人体模型の腕やんみたいな。そうそう、筋肉ついてくれって感じ、マジで。そう、激太りしたから年しか、今まで食事制限だけしてたら20キロ落ちたね。なんかそもそもの体重がある人は食事制限だけで落ちるらしいんですけど、今のさの体重だと食事制限しても落ちないんで、運動あるのみって感じ。タンパク質を取って運動あるのみって感じですね。残業終わってサリーの配信見れるしさ、お仕事お疲れ様、よく頑張りました、お疲れ様です。お祝いだよ、お祝い配信しよう。じゃ毎日残業終わりお疲れ様配信しようよあのダンスナンバーの後にチャイラブ元気いっぱい踊ってんのマジすごいなと思った。あ、だからか、なんかチャイラブが流れるとさ、やっぱチーム4の血がバーって流れるからさ、なんかもう頭ブンブン振ってこんな感じで踊るんだけどさ、あの日めっちゃきつかったんだよね。あのチャイラブマジきつくてさ、いつもよりきついなと思ったら、そういえばダンスナンバー直前にやってたんだったわアホすぎない？ダンスナンバーを直前に踊っていたことを忘れてさ、チャイラブ中になんか今日いつもよりきついなって思ってんのやばくない？
鳥頭すぎる。三日さ、何3秒経ったらぜその直前のこと忘れちゃうみたいな。ちょっと鳥頭すぎるな、さすがに。ワロリ、そういえばダンスナンバーの後か。毎日残業したくない。確かに。じゃあ残業した日はお祝いにしよう。そうしようね。推しにそんな技いたわってもらったら、今ちょっと読めなかった、危なかった。いたわってもらったら本当疲れぶっ飛ぶ。お、みんなの疲れをぶっ飛ばせたい。そう、運動しても痩せ効果はないって学者の記事を読んだよ。まあ、運動するだけだったら痩せ効果はないですけど、運動することによって筋肉がついて基礎代謝が上がるので、太りにくい体にはなるので、結果的には痩せやすい体になって痩せにつながるというね。まあ、直接運動することによって痩せるわけではないですけど、痩せるにはやっぱ効果ありますよ。そう、すごいオタクの早口みたいになっちゃった。健康オタクだからさ、私健康オタクすぎてさ、そういうの喋、ね、りたくなっちゃうね。こんばんは、こんばんは。まああと筋トレしても体重減らなくても筋肉がついて引き締まるんでね。そう、ダサヤは体重を減らすってより見た目を引き締めたいんですよ。だから体重増えてもいいから、そう、脂肪より筋肉の方がそう重いから、3倍ぐらい重いから、ごめん3倍は適当だわ、3倍な、何倍だったっけ、ちょっと忘れちゃったんだけど、何倍か重いから、そう、体重は増えてもいいんだけど見た目もっとシュッとしたいんですよ私。だから筋肉つけたい、特にお腹周りの筋肉つけたいですね。そう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 、昨日の食事は何を食べたとか覚えてるの？夜は覚えてるんだけど、朝昼は何食べたか記憶にないですね。なんか昨日の昼とか何食べたか何も覚えてないんだけど、多分適当にご飯食べてるから。夜はなんか私が作っ、何ちゃんと作って、昼もさ別にさ自分で作ってるんだけど、一人しか食べない、私しか食べないからさ、マジ超適当ご飯なんですよ。もう野菜ちぎってポンポンポンみたいな感じだから適当なんだけど、夜はちゃんと家族みんな分、パパママ私の3人分作るからちゃんと作るんですよ。だから夜だけ覚えてるね。作ると思い出せますよ。そうそうそう、腕立て伏せは私腕の筋肉が、ま、見ての通りこんなんなので一回もでき、ごめんごめん、ちょっと配信止まりました。人生で一度も腕立て伏せ一回でもできたことないですね。こんばんは。膝立ちでもできない、なんかさ腕立て伏せきつい人は膝をつけてやりましょうみたいな、ちょっと負荷が減るやつ、あれもできなくて、相当腕の力ないんだと思います私。あと腕立て伏せ胸筋とかも確か鍛えられるんですけど、胸筋もないんで、なんかもう終わりって感じ。腕もなければ胸筋もないので、腕立て伏せをできる人間には当分なれなそうです。そう、さやちゃんこんばんは、こんばんは、かわいいね、ありがとう。最初は壁でやるといいよね。でも壁さ、まあ、やったことあるんだけどさ、おもんないんよね。あんま達成感ないのよ壁って、だから続かなかった。ちゃんと続けたいね。ウザのドルフィン筋力的問題、筋肉的問題できついい感じ。どうだろう、やったことないけど、そのドルフィンのポジションじゃなかったから、まあできなそうだよね。そもそも体の硬さ的に無理そうさ、体超硬いから。でもあれどうなんだろう、めちゃくちゃ筋肉なのかな、それともなんかコツなのかな、どうなんですかね、やったことないから分かんないよ。逆上がりはねできないです私。逆上がりね、小学校の時にめっちゃ練習したんですよ。まず休みの日にわざわざ鉄棒のある公園に行って練習するぐらいには練習してたんですけど、
体育の先生に、あとは腕の筋肉があればできるねって言われて、あ、じゃあできねえわと思ってなんかさ、勢いとか体の使い方いいから、あと腕の筋肉でこうグッと寄せれたらできるねって言って、みたいなお疲れ様でしたって感じでできなかったです。多分今もできないです。ヨコちゃんそんな筋肉あるように見えないけど、ヨコちゃんの何を見てるんですか。ヨコちゃん腹筋バキバキだし、めちゃくちゃ筋肉ありますよ。ヨコちゃんがあんだけ細いのとか、たくさん食べても太んないのは絶対筋肉がめちゃくちゃあって代謝がいいからですよ。そう、しかもめちゃくちゃ引き締まってるし。ヨコちゃんの腹筋見たことありますか。見てみてください。お腹出しの衣装とかあったら意外と筋肉ありますから。無駄な脂肪が一切ないヨコちゃんは。逆上がりできなくても人生困らない。でもさ、逆上がりってさ、やっぱ一番最初にさ、乗り越える壁感ないですか。そう、そうそうそう、その壁は乗り越えられずに横をスッて通ってきたいっかっつって、まあいっかねーっつって。そうそう、握力ないですよ私。こんばんは。あ、そう、あの名古屋でやってた社長コポーズ、あれマジ筋力じゃないんですよ。あれコツです。こう腕を直角にして、こうやってついて直角にして、ここにあのね、みぞおちを乗せるんですよ。こうやってやって、ここにみぞおちをこう乗せてバランスを取るんですよ。だから筋力マジ必要ないんですよ。そう、あれはコツ、完全にコツでしたね。だから筋肉がまるでない私でもできた。そう、どのメンバーの体型が理想。え、ヨコちゃんあー、ヨコちゃんとかユーナちゃんとかかな。いやでも仰天ちゃんぐらい身長があってスタイルいいのもいいですね。でも私はなんか骨格的な問題で、お腹がねぺったんこペラペラにはならないんですよ私。あの骨盤が広くて、あのお腹と骨盤ってつながってるんで、お腹がね細くなるに限度があるんですよ。だから骨格が違うゆうなちゃんとかよこちゃんにめちゃくちゃ憧れるあのぺったんこのお腹さえも欲しいなと思う。主権さんこんばんは、ありがとう。お目がかわいい、ありがとうございます。そう、ヨコちゃんとかゆなちゃんはお尻も小さいしね。お尻が小さいからね、お腹がペラペラになるんですよね、痩せると。羨ましいですね。カラコンですか。カラコンじゃないです。もう半年ぐらいカラコンつけてない気がする。言うてさえカラコン普段つけてないですよマジ。たまになんか気分でつけて、うわつけなくてよかったわってなるのが恒例教師そうそうそう、サリでは美脚という殿下の宝刀がある。ありがとうございます、優しいほんまね、足はもうちょっと痩せたいですけどね私ね、もうちょっとね、もうちょっと
ちょっと磨きたいですね。頑張ってください。ありがとう。あ、でもね、そう、聞いてください。私この自粛期間1年間ぐらいで、めちゃくちゃね、ふくらはぎの筋肉が落ちたんですよ。私筋肉超つけづらいんだけど、さすがにダンスを毎よく踊ってたら、ふくらはぎだけめっちゃムキムキになったんですよね。皆さんにはよく話すんですけど、ふくらはぎだけムキムキになったんですけど、この自粛期間でめっちゃ筋肉が落ちたの。もう踊る機会が超減ったから。茨城でね、結構ね復活した茨城のレッスンでね、結構ねムキってまたねなったんでね、嬉しいです私。はい、筋肉帰ってきたよ。ふくらはぎの筋肉だけ帰ってきた。それ以外の筋肉はそもそもいなかったから、帰ってくる筋肉もなかったんですけど、ちょっと嬉しい。ふくらはぎの筋肉帰ってきた。やっぱふくらはぎの筋肉ってね、第二の心臓って言われるぐらい大事らしいんで、やっぱいい子いい子してね、こう大事にしていきたいと思います。そう、ふくらはぎが見たい方はぜひ茨城のニコ生のアーカイブ見てください。まだ見れるね、まだ見れます。一度ついた筋肉は復活しやすい。あ、そうなの？え、じゃあちょっと一生この子可愛がってこう、このふくらはぎの筋肉一生可愛がっていくわ。大事にしていくね。しけんさん、こんばんは。こんばんは。嬉しいんだけど、こいつと一生添い遂げられるってことでしょ。やったね、やったね。プロテインとかは取らないの？ダンスのねレッスンあるときはプロテインよく飲んでますよ。そうそうそう。こんばんは。こんばんは。第二の心臓大事にしていくわ。やっぱポンプだから、なんかそのやっぱ足とかさ、心臓からえらい離れてるとこにあるじゃないですか。えらい離れたとこに、なんかやっぱふくらはぎの第二の心臓ポンプが大事らしいんですよ。そうだからちょっと大事にしていくね。みんなもふくらはぎを鍛えてみよう。毎日ジャンプしたらふくらはぎ鍛えられるんじゃないだからマジ唯一私の体の中で筋肉がある場所ふくらはぎ。それ以外はゼロなんですけど、筋肉量が、筋肉量は私ほんとゼロ並みにないんですけど、ふくらはぎだけムキってしてます。マジ最高マジ最高です。そう、神奈川ではぜひふくらはぎをご覧ください。遠いとふくらはぎむきってしてるのはあんま分かんないかもしれないけどうん、持久力はもともとありますね。幼い頃から運動神経悪い代わりに持久力はあるタイプでした。で、根気勝負は強いですみたいなタイプでしたね。神奈川まで絞ろうと思ってけど、ついつい食べ過ぎてしまう。サリン叱ってください。まあ美味しいもん美味しいしょうがないよね食べ過ぎちゃうんだったら食べるもの変えてみたらいいんじゃない？その油っぽい揚げ物とかはやっぱ食べれば食べるほど体に良くないから、そう、鶏の胸肉とかにしてみたら、多少食べ過ぎても全然楽じゃない？良くない？こんばんは。そんな感じで、あと一食食べる前にめっちゃサラダ食べるとか
私はよくやるんですけど、めっちゃにめっちゃ野菜食べてる私、レタスの消費量半端じゃないです。今からめちゃくちゃ脂っこいステーキ食べるとこ体壊さないでね。しけんさんこんばんは。こんばんは。これから暑くなるから私は食欲自然に落ちる。いいな、夏バテするタイプ。いや、よくないんだけどさしんどいとは思うんですけど、私マジで夏バテしないんですよ。一生食べれるんですご飯が。マジで一生食べれるから、夏だから痩せるとかないんですよね。全然無限に入るよ胃袋に。私の食いしん坊を舐めてもらっちゃ困るぜ朝食サラダにしたのに結果が伴わなかったから諦めてまたファミチキ生活が復活してしまった。まあそんなね、サラダに変えたぐらいですぐは結果出ないからね。まああと朝はね、そんなサラダとかに変えるよりは多分炭水化物取った方がいいんじゃないかなと思います。ファミチキはちょっと控えた方がいいかな。3日に1回とかにしたらどうかな。朝炭水化物取ると1日のエネルギーになっていいですよ。夏バテしないんですよ。ほぼしない。夏バテしないです。暑さにね強いんですよ私。だからね、家とかでぼーっと普通に過ごしてて部屋が30度とか全然超えてても暑いなって思わないんですよ。そうだから多分やばい。暑さに気づかないのガチやばいんで、みんな気をつけようね。今年の夏もみんなで乗り切ろう。私も自分じゃ気づかないんで部屋に温度計を置いて何度超えたらエアコンをつけるって決めたいと思います。死なないようにしたいと思います。言うてファミチキって300カロリーないらしい。300キロカロリーないらしい。え、あのこんなサイズで300キロカロリーは爆弾でしょねえ、そしたらおにぎり150キロカロリーぐらいだからそれ食べた方が良くない？お腹のたまり具合的には。まあ、健康てか体作りに気を使ってたらだけど、別にそうでもない人は美味しいもん食べて幸せな生活を絶対した方がいい。あの一番ストレスがやっぱ良くないんで私みたいにダイエットしたいなって思ってない人はマジ食べたいもん食べた方が絶対にいい。ストレス食べないのが一番いいから。そうそうそう。病気になっても食欲落ちない人、あ、私も、私風邪ひいたら むしろ食欲増す。めっちゃ飯食えるようになる。そう。初見です。お、ありがとうございます。こんばんは。そう、ストレスためないのが一番大事。食べたいものみんな食べていこう。でちょっと体締めたいなって人は一緒に頑張りましょう。私の持てる限りの知識でできるだけアドバイスもできるので、みんな一緒に頑張ろう。そうそうそう。こんばんは。野菜も好きなもの食べるしねたまには食べるからね。毎日は食べてないけど、うん、夏も冬も苦手なのに春は花粉症で秋一択になってしまった人生が辛い。秋さ、マジでさ、これぐらいしかないからさ、一瞬の秋をこう楽しむ楽しみですよね。私も秋大好き。誕生日あるし。でも11月22日ってほぼあの冬なんですけどほ
ぼ冬並みの寒さなんですけど、まあ私は秋だと思ってるんで秋好きってことにしておきます。食べるのがストレス発散です。食べること大好き。え、めっちゃわかる。私料理するのと食べるのが超ストレス発散、うん、セットで料理と食べるのこうセットで趣味ストレス発散わーいって感じですそう、この前飲んだジュースの期限が11月22日でなんか嬉しかった。え、あるよね。なんか前走ってる車が1122のナンバーとかだったらニコニコするし、パッと時計見た時に11時22分だったらニコニコするねー、あるよねー、そういうの。ファッション的にはどの季節、冬が好きですね。ファッション的にはモコモコがもう着膨れするぐらいが好きです。初めましてよ、こんばんは、ありがとうございます。こんばんは。お母さんよりさやかちゃんの方がよくご飯作るの。今はもうほぼ100で、私が東京で仕事終わって帰ってきた日とかはママに作ってって頼むけど、でも私料理趣味すぎて、そうママがあんまり料理するの好きじゃないって言ってたんで、あの家事の中で料理だけ私があの請け負いました、取りました私がそう、外食して食べた瞬間うまい時、同席した人にこれ飛ぶぞと言いたくなるあれね、あの長州さんだっけ言ってたの、めちゃくちゃ面白いやつね。はじめましてよ、こんばんは。フライパンとお鍋とどっち使うことがいい。どっちもじゃない。味噌汁とかスープ系作るときはお鍋だし、カレーとかもお鍋だし、だけど普通の料理はフライパンだから、まあ、どっちもじゃない。どっちかってことはないかな。主権です、こんばんは、ありがとう。長野ナンバーだから1122にしようかと思ったけど抽選、あ1122って取得むずいんだ。でもなんかみんな高くなりそうな語呂のいい数字ですもんね。そう、あの1122マジ覚えてもらいやすくてね、超得な誕生日ですよ。めっちゃ得、すぐ覚えてもらえる。iPhone の暗証番号1122にしようとしたら簡単すぎますって怒られたえ、端末から怒られるの？ iPhone 側から怒られるの？それとも、え、でも暗証番号を作るときなんて一人だもんね。え、ちゃんとそういうなんか簡単すぎるとダメだよみたいなやつがあるんだ。ほえ、1122はまあ確かに簡単すぎるからやめた方がいいよ。なんかもうちょっとあの桁数増やしてさ、もっともうちょっと関係ない数字も足したらいいんちゃう ね、後ろに自分の誕生日もつけちゃえつけちゃえiPhone の暗証番号6桁だとめんどくさくて4桁のまま。いやーまあね、携帯を落とさない限りねいいからね、落とさないにしていこうみんなで。私は8桁だけどね、ちなみに私は8桁ですけどね。こんばんは。最悪私の生年月日にしておきなよ。2001年11月22、マジ012しか使わないから
20011122だから、すごいよね、数字の少なさ、数字のレパートリーの少なさ。こんばんは、こんばんは。012なんですよ、使うのめちゃくちゃいいでしょ。サイリン推しは暗証番号バレるやん。でもサイリン推しに自分の携帯触られないようにしてください。ちなみに豆知識というか絶対いらない知識なんですけど、アシケンさんこんばんは。平成13年生まれなんですよ私。だからそうなったとしても0123しか使わないっていう。すごいでしょ、数字の低さ。そうそうそう、いいでしょ、覚えやすいでしょ。平成13年生まれってとこまでみんな覚えといて。じゃあ絶対使うときないけど、うん、8桁めんどくさい人は131122とかにしといたらいいんちゃう。私の言語での生年月日にしとこう。どうみんな、暗証番号に悩んでいる人はみんな使ってください。でも携帯落とさないようにしてください。そんなことより、だいたいゆりさん推しはみんな誕生日が暗証番号やったから、だいたい0615で携帯開けられた。推しの暗証番号、推しの誕生日を暗証番号にするの結構メジャーなのかな。ねえ、メジャーなんですかね。すごいね、その場にいる人のほとんどが同じ番号なのめちゃくちゃ面白くない。めちゃくちゃおもろいやん。こんばんは。あ、やっぱメジャーなんだ、いいですね。こんばんは。私の携帯のねロックはね8桁なんで、一瞬パッて「あ、なんだっけ?」ってなる時ある。長すぎて「えっ?」て。大体指がなんとなく覚えてるからいけるんだけど、たまに「わっ!」ってなる。「なんだっけ?」ドキドキだね、本当に。誕生日とかデビュー日とか、なるほど、推しのね、あれのなんか関連の番号にねしてるんだね。いいね。 DD はどうすればいいですか。好きなメンバーの全部つなげて20桁ぐらいにしたらいいんちゃう。推しの誕生日も覚えられるし、一石二鳥ちゃん。スマホなんか一回持ってると暗証番号ごっちゃになる。ちゃんと全部変えてんだ、偉いね。私絶対一緒にしちゃうわ、もう開けれなくなっちゃうもん絶対、複数端末持ってたら。たまにしか利用しない通販サイトのログインパスワードいつもする。めっちゃわかる。たまにさ、ちゃんとさ携帯のメモとかにメモしとくんだけどさ、本当にわかんない時あるよね。みたいな。で、あのパスワードがわからない方はこちら、オフ無率めっちゃ高い、私忘れまくって、何でしたっけみたいな。私の携帯のパスワードは高校の時にめっちゃ仲良かった
先輩がいるんですけど、そう、女の人のね、女性の先輩がいて、その人に好きな番号を言ってくださいって言って最初の4桁それです好きな番号言ってくださいって言って、そう、後ろの4桁はどうやって決めたか何にも覚えてない、なんとなく多分つけてるそう、いまだにその番号をずっと使ってるけど、サリーの好きな4桁教えてよ。なんだろう、8 4桁でしょ。何にしようかな。じゃあ8338で、みんな私の好きな数字は8338にしとくねみんなそれにしとくね。使うかどうかは任せるわ。なんかさ、私なんとなくのこれじゃあ理解してくれない人もいると思うし、理解してくれる人もいると思うんですけど、8ってなんか赤いイメージがあって、3って黄色いイメージがあるんですよ私。絶対にマジで分からんっていう人もいると思うんですけど、たまに分かる人いるんですよ。なんか数字に色がついてるの分かってくれる人が。そう、なんかね、 8と3はね、赤と黄色のイメージがあって、そうで、なんかちょっとプーさんっぽいんで可愛いから好きです。そう、7は紺色。そうでもね、ない色もあんのよ。そう、別にないやつもある特にないやつもある。そう3と8はある。そう、共感覚、そうちゃんとね、名前があるらしいんですよ、共感覚って。なんか文字とか数字とかにこう色のイメージがある人が結構いるらしい。検査はじめまして、こんばんは、ありがとう。そう、でもあとは特にないです3と8だけめちゃくちゃあるんだよね、イメージがね。そうあとは特にない。8338は何色の、だから赤黄色って感じ赤に黄色が包まれてる感じよ、挟まれてる感じよ。そうそのイメージです私。そう、確かに好きな色だしね。確かにね、多分赤と黄色好きなのさ、ワンちゃんプーさんのせいじゃない私が2歳から好きなプーさんのせいじゃない、好きな色黄色と赤に固定されたのって。絶対そうじゃね笑ろ。そんな感じでちょくだらない話をしていたらまた1時間経っていました。早いですね、1時間経つのは非常に。
ぼちぼち終わりにしますか。黄色と赤って小さい子が好む色。あ、そうなんだ。じゃあさ、多分その時から変わってないんですね、多分好きな色って。でもさ、ちっちゃい頃あんま好きな色って意識したことなかったかも。ピンクとかそんな好きじゃなかったのは覚えてるけど、そこまで好きじゃなかったのは。抵抗のカラーは全然覚えてない。 いや一回覚えたけどね、なんか表みたいなのがあってさ、なんか覚え方あるんですよ、語呂で。抵抗のあれなんて言うんだろう、色で何オームかを表してるんですけど、抵抗、その抵抗が、あ、一個も思い出せない今一個も思い出せないです、残念。高校の時覚えてたんですけどね、残念ですねランキング見ます。13位ベベモンさん、ありがとうございます。12位ケンケンさん、ありがとうございます。11位かぼちゃ先生、ありがとうございます。10位ヤスさん、ありがとうございます。9位ともちさん、ありがとうございます。8位ピアノマンさん、ありがとうございます。7位バイクゾウさん、ありがとうございます。6位ケロンさん、ありがとうございます。5位ヤチさん、ありがとうございます。4位マサッピさん、ありがとうございます。3位とてもケンケンさん、ありがとうございます。2位チュンチュンさん、ありがとうございます。そして1位はトメさん、ありがとうございます。ありがとう。でも今日の配信屋の皆さん、見ていただいた方、あの8338使っていただくのは非常に結構なんですけれども、あのそれだけで使うのは危ないので、後ろ4桁ぐらい別の数字つけときましょう関係ない適当な数字、後ろか前につけておきましょうね。危ないですからね、暗証番号ほんとちゃんとやっとかないとということで、今日もご視聴いただきましてありがとうございました。楽しかったです。ではおやすみ、バイバーイ。